ワクチン接種担当の河野規制改革担当大臣は先ほど記者会見で高齢者全員が2回接種できる数量の新型コロナウイルスワクチンを6月末までに全国のすべての市区町村に届けると発表しましたまた河野大臣は各自治体のワクチン接種について7月末までの前倒しの検討をお願いしていると説明しました